忘れたふりする韓国常識ってつくづく幸せだと思う。日清戦争の経緯は朝鮮李王朝の依頼で日本が朝鮮に進駐しなければ、清国軍が朝鮮に駐留した。日清戦争に勝った日本に朝鮮侵略と文句をつけるなら、中国政府に対し清国の行動にも文句を言うべきだ。そして、日韓併合は韓国側からの請願を日本政府が2度も却下していた。3度目の請願での成立だった。つまり、日本との併合は韓国の悲願だった。それを韓国にいなかった李承晩が戦後のどさくさをいいことに植民地支配だと誹謗したのが今に残っている。歴史的事実は、日本の朝鮮統合で朝鮮の近代化が加速されたことを証明している。それを植民地支配と罵倒するのは、併合前の汚泥の地に懐かしみを感じているのかといぶかる。歴史を好き勝手に変え、怨恨を塗りたくり悲劇を耐え抜いたと自画自賛したい民族なのだ。だから古傷を見つけては蒸し返しては嘆きたいらしい。中でおよそ3年ぶりの首脳会談が開かれることになったのには、主に2つの背景があります。1つは韓国で保守系のユン大統領が誕生し、元徴用工の問題の解決に乗り出したことです。もう1つは北朝鮮がミサイル発射を繰り返すなど、日本周辺の緊張が高まり、韓国との連携が必要になったからです。日本としても関係を悪化したままにはできなくなったわけです。また岸田総理には閣僚の13日、岸田首相は韓国のユン大統領と正式な会談としては3年ぶりに首脳会談を行い、徴用工問題をめぐり外交当局間の調整が加速していることを踏まえて、懸案の早期解決を図ることで一致した。挑発行動を繰り返す北朝鮮の問題とともに、自由で開かれたインド太平洋の実現に向けても連携をしていくことを確認した。日本側は、徴用工について今までの言及通りを伝え、韓国側で迅速適切に片付けることを確認したのだと思う。首脳会談を行ったのは、北朝鮮問題に関して急を要する会談を米国に迫られたからだろう。空気を読めない韓国は北朝鮮問題とは関係ない徴用工問題に言及するも、日本側は北朝鮮問題に話を戻したのだと推測する。堂々巡りにとどまった首脳会談だった。韓国内では人気の薄いユン政権に非難が高まろう。元徴用工問題はムン・ジェイン前大統領が勝手にぶち上げた親日生産でっち上げだったのだ。忘れたふりではなく、早くそちらで片付けなさい。お聞きいただき感謝申し上げます。